生で見る方は何人ぐらいいらっしゃいますか。あら13人ぐらい。あ、そうですか。それから2回目、3回目とかね、まあ、確かにテレビでは見たことはあっても生で見たことがないわけだから、ね、意外と沖縄は狭いと言われてもいらっしゃるし、まあ、県外からたまたま来てね、今びっくり超えてる方もいらっしゃるかもしれませんが、あの、まあ、私は生まれも育ちも沖縄県で、活動拠点も基本的には沖縄県という形で、ね、モノマネタレントとして、モノマネ一筋今年18年目でございまして、そうだ、パラパラとありがとうございます。18年、まあ、中途半端ですからね。で、まあ、2年後にはもういよいよ20周年という感じで、まあ、もう自分でもそんなに長くやっていけるなんて、ね、自信もなかったんですけど、まあ、沖縄にたまたまそんなにね、あのモノマネで活動してらっしゃる方が少なかったもんですから、ちょっとパイオニア的な存在になっちゃったりなんかして、ね、もうあの気がつけば、あの県内にたくさんいるんですけど、沖縄で皆さんのモノマネやってる人、まあ、1人2人くらいあといるみたいなんですけども、よっぽどのことがない限り私も遭遇することがないので、まあ、噂でしか聞いてないんですけど、今そんな感じであのさせていただいております。で、おかげさまで、あの、まあ、コマーシャルとかテレビにも出させていただいているおかげで、まあ、電波の力を借りて、まあ、いろんなところでもいろんな方から声をかけていただけるようになりまして、でもありがたいことにも毎週土曜日お昼12時からやってます琉球放送の番組「沖縄ポン」という番組で「ミカー天使のお邪魔するわよ」というコーナーが、あの番組が始まって8年になるんですけど、8年間唯一変わらない、まあ、自分で言うのもなんですけど人気コーナーで、ね、続いてまして、本当にいろんなところに行って、あの400お邪魔ぐらいもしてるんですって。あの大学数えてみると、まあ、そんなに行ってんもんねっていう感じで、あの、まあ、企業本部を中心にあのイベントだったりとか、まあ、学校だったりとか、まあ、たまにはヘッド島に行ったりとか、まあ、県外にお邪魔したりとかするので、まあ、そういう作りで行くと、もうお邪魔していく場所はまだまだ果てしないなという感じなので、私もあの記録を更新できるように頑張っていきたいと思います。皆さんもどうぞテレビを見てくださいね。で、あと、あの今年に入っても1年ぐらいになるんですけど、まあ、ラジオもやってるんです。知ってました？あ、知ってた。ありがとうございます。あのラジオ沖縄ってこれはやってるんですけど、毎週月曜日夜9時ね、おしゃれに言うと月9。そうなんですよ。ってことは今日月曜日じゃない？よかったわね、皆さん今日聞けるわよね。あのまあ、お出かけの途中だから車でもいいです。車の中でもいいですし、あの家帰ってあの夕飯済ませてほっと一息ついた声、あ、そういえばなんか今日いいお茶なんだよね、美香店長がなんかラジオやってる聞いてたわねって思い出したらついてください。で、毎週月曜日夜9時からあの60分番組で、私とあのパーソナリティの玉木愛ちゃん、まあ、ハイサイ進行さんのレポーターとかやってる愛ちゃんの2人で、もうあのいろいろ喋りながら、まあ、で時々音楽もかけつつ、そして皆様からのメールで成り立っている番組でございますので、よかったらもう今夜から聞いてください。で、AM864 です。で、ハロシと覚えてください。ハロシです、ハロシです、ハロシです。こんな言い方すれば覚えやすいんでね、ね、メモする余裕もなかった方は今の言葉をなんか脳に焼き付けて、ね、あの覚えてたらハロシの864、そんな感じでつけてみてください。今夜からあの皆さんもリスナーさんになっていただけると幸いでございます。よろしくお願いします。ではあのせっかくね今日こうやってお出かけくださいましたからね、そろそろね下に降りてあのマークションの下からやってみようかなと思っております。あの手以外を触らないでくださいね。でした。あの曲もあの流していきたいと思います。それでは幸せになりたいからお聴きください。